コマ撮りコマ撮りで行くから、そのあの2時間のドラマを撮るのに出して2週間ぐらいスケジュールバッと切って、でそのうちのまあ10日間ぐらいが撮影になるしな。でフラッシュの出番がね5日か6日ぐらいだったらしい。だもう出る時はもうぎっしりも朝5時から夜中の2時まで、あのさ東京タワーのシーンって多かったのしな。東京タワーさんを撮影するのにあの始業前しか貸してくれないらしい。だからもう9時半ぐらいに撤収しなきゃいけないから、本当に6時半とか7時スタートで9時半に撤収して、で夜の東京タワーを撮るときはあそこで11時までやってるらしい。そうだから11時半からカメラ回すよ。そういう話だから夜中の2時とかになっちゃうしな。わいやドラマでもあんだけで大変な思いしね。いや視聴率高くていいんだよね。年齢別で視聴率出るのし、はいはい、で見たらすごいね、あの子供たちがいっぱい見てくれた。大人でもね、子供でも楽しめるドラマでしたよね。でもさ、昔は子供が見たら視聴率上がったけど今違うしな。あのご年配の方が見ないと視聴率取れないらしくて、だからね、裏のね、病気の番組がちょっと良かったし見てて、ね、病気のことが気になってしまわないけど。
ちょっとこればっかりよね、まあ、いろんな大人の事情も絡んでくるんでね。そうだね。でもできればちょっとこれはライフワークにしていきたいでしょ。ねえ、ね、いろんなとこ行っていろんなことを紹介してね、うん、いろんなキャラさんと絡んでいきたいなと思ってるし。でね、DVD でとことんおいしいものを見せられた挙句副音声にしか呼ばれない私っていうね。いやでもね、やっぱね、見ててすごい面白いし、本当に笑っちゃうんですよ。副音声聞いた方、まだ聞いてない方申し訳ないですけど、あのももクロクローバーって言われても本当に面白い。そうそう、あのね、ももクロね、略してももクロクローバー、じゃ逆やつじゃない。ももクロクローバー略してももクロだと思ってたしな。そうそう、で、しかももったいぶって、なんとももクロクローバーらしいって言われ、ももクロクローバーってなんだ。あれ、お家でもやっぱ笑っちゃったよ。ねえ、でもいろんな縁がね。そうなしな、はい、歌ってたりとかなかったしな。ねえ、本当にね、普通の女の子え、そのね、うん、がふなしーが、お母さんにファンがいると思ってこう手振ってたら、うん、かなこだよーとえ、どこのかなこさんなんかしら、柳原さんのお金なんですよ。ああ、なるほど。でもよく見たら、うん、ね、ももクロのメンバーで嬉しかったしな。ねえ、まあ、そういう縁をね、今年もいっぱい繋いでいただいて、ドラムの2だったり、フナノミクスの4だったりっていうのをね、繋いできてるしね、期待していきたいですね。はい、はい、さあ、そして本日なんですけども、はい、はい、はい、フナシーランドセレクション、この原宿オープン記念イベントということですので、みんなでお祝いをしていきたいと思います。はい、それでは、どうぞ。君がいると置けないのに進行邪魔してたしな。大丈夫ですよ。はい、ケーキの登場です。あー、美味しそう。あー、これ見せたいけど、これ見せたいけど、見せだってこうやってやったら多分ズルってなりますよね。なんちょ、あいつ縦にこう立てみたいな。ちょっとなんで私にそんな責任を。
なかったらしい誰も注意できないっていうね。はい、で、まあ、勝った方は後ほどね、ご案内していきますんで、じゃあ皆さん手を上に上げてください。負けたら、負けとアイコは座りますよ。じゃあ行きますよ、ふなっしー。はい、じゃんけんぽい。それはふなっしー、チョキ。はい、ということでグーの方だけ立っておいてください。グーの方だけお立ちください。はい、じゃあ行きますよ、せーの、じゃんけんぽい。それはチョキ出してみちゃう。